僕たち、私たちはこの中学校を卒業します。振り返ればたくさんの思い出がありました。修学旅行に霞んであまり覚えていないが、まあまあ楽しかった。林間学校、可愛い女子のボールの避け方がキモくてなんかちょっと嫌いになった。ドッジボール大会、今考えたら何の時間だったのかわからない。帰りの会、トイレ行って遅れて戻ってきたら教室に誰もいなくなっててちょっと焦る。移動教室、普段外でも見かけることあるのになぜかいつもよりテンション上がっちゃう。校庭に入ってきた犬、絶対に負けられない戦いがそこにある。給食で残ったゼリーじゃんけん、姿勢悪い生徒は背中に入れられる。算数の教師が持ってくるでっかい定規、新しい友達ができるのかドキドキしながら出席表を見た。クラス替え、自分と同じ名字の生徒がいたらそれまで呼ばれてきたあだ名の争奪戦になる。クラス替え、とりあえず最初に可愛い女子がいるか一応確認する。クラス替え、1年かけて友達作ったのにまた一から人間関係構築しなきゃなんないのか。結構なカロリーだな、めんどくさいな。クラス替え、でも最初に付き合ってた友達ってそのまま影響してその後のクラスのヒエラルギーに直結するからな。クラス替え、みんな最初は不安だから保険で一応その場しのぎで友達作ったりするけど、そういう友達って3学期くらいからあんま話さなくなって結局それぞれのグループに落ち着いていくんだよな。クラス替え、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 回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。